内野倉隆は、鹿児島県鹿児島市出身の元プロ野球選手。現在は、福岡ソフトバンクホークスのブルペン保守。鹿児島実業校時代は、1990年春の第62回選抜と、同年夏の第72回選手権と連続で、甲子園に出場し、主に4番、三塁手を務めていた。春一本、夏三本の本塁打を放つ活躍を見せるなど、 高校通算39本塁打を放つ、スラッカーとして注目される。1990年のプロ野球ドラフト会議にて、広島東洋カープ、近鉄バファローズ、福岡大英ホークスの3球団の競合の末、福岡大英ホークスから2位指名を受け、入団。1991年シーズンから1軍出場を、果たす。1992年は1エーサリナススパーズにて、 野球留学。当時の有本義明二軍監督により、強権が着目され、三年目途中から、プロ入り後としては珍しく内野手から保守に、コンバートされた、オフには、背番号も旧を新入団の国防勇気に譲り、三十に変更されたが、その後も故障者の穴を埋める形で、保守だけでなく元々の守備位置だった、内野手としての一軍公式戦出場があった。 プロに入ってからは、持ち前の打撃若毛を潜め、本類打は1998年の2本のみであった。2002年シーズンオフには、チンフミヒ品とのトレードによる台湾への移籍話が持ち上がったもののこれを拒否し、現役を引退。引退後も球団に残り、2003年からは、ブルペン保守を務める。名前の、高志の、高志は、郷土の名詞である。 西郷隆盛から拝借し、名付けられた。ABCDE プロ野球人名辞典2003、83ページ、異色の経歴、元新聞記者のプロ野球二軍監督が今語る、甲子園のスター人生変えた、コンバート日は、西日本スポーツ、2020年5月15日、11時55分、配信。ありがとうございます。